佐野優と、スノーマン目黒蓮を思い浮かべると頑張れます。書道六段、美文字にも注目集まる。俳優の佐野優斗が12月31日、自身のインスタグラムを更新、佐野アワード2023を披露し、その投稿に注目が集まっている。佐野優斗、佐野アワード2023に目黒蓮佐野は、佐野アワード2023と2023年の印象に残った出来事を列挙した。対象はやはり、横アリ、ですね。今年は MLK として初めて横浜アリーナでコンサートをさせてもらいました、と所属するアイドルグループ MLK でのコンサートをはじめ、国際免許、来年の顔、目黒蓮、時計4つを振り返った。ドラマ、トリリオンゲーム、での共演以来に親交のあるスノーマン、目黒蓮については、そして、目黒くん。ハチスくん、めめ、彼との出会いは僕の人生の中ですごく大きかったです。メンターですね、彼を思い浮かべると頑張れます、と目黒の存在が励みになっているという、ハチスくん、とりあえず早く家行かせてください。仲良しって書いてるのが嘘っぽいです。ビジネスになっちゃいます、とお茶目に目黒へ呼びかけていた。佐野優斗の投稿に反響佐野が目黒の名前を挙げたことに、可愛すぎる、早く家行かせてあげて、このコンビ大好き、などの声が。また、書道六段の腕前を披露した習字が、文字が美しすぎる、さすが六段、達筆でかっこいい、などのコメントが寄せられている。